今本部席に戻されます。今年は勝負の年です。田上明史上5人目の五冠王になることができるでしょうか。川田俊明です。裏がコーナー世界タッグ選手権チャンピオンチーム270ポンド、小橋健太、雪をもとかす熱き父よ小橋健太、254ポンド、三沢一郎、本時期のエルボーが今光り輝きます。三沢光晴です。待ったなし、山形初の世界タッグ頂上決戦、山形市山形県体育館、まもなく運命のゴングです。赤コーナー現世界タッグチャンピオンチーム三沢光晴、小橋健太、グリーンのロングタイツが三沢光晴、オレンジのショーツタイツが小橋健太です。一方チャレンジャーチーム、手前が田上明、そして向こう側黄色いブーツが川田俊明です。川田は現三冠ヘビー級チャンピオンでもあります。この試合に五冠王をかけます川田俊明。何を思う三沢光晴、試合前の表情です。小橋が残りました、そして川田が残りました。世界タッグ選手権試合60分一本勝負、その非常のゴングが今高らかに打ち鳴らされました。小橋、川田が先陣を切ります。放送席解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、ものすごい歓声ですね。そうですね、もうほとんど声が聞こえないぐらいですよ、はい、はい。それから何といってもこの先陣を切った2人、小橋と川田、はい、先日1月19日大阪で三冠タイトルをかけて、はい、なんとシングル戦で60分の引き分け、すごかったですね。いや信じられませんね。最近はですね、技も過激になってますし、はい、その動きもより激しくなってますからね、はい、その中でですね、60分のドローっていうのはですね、すごいんですよね、要するに、想像を絶する戦いだったと思いますね、はい。しかもその60分で1秒たりとも間延びした場面がありませんでした。そうですね、はいはい、本当に恐るべきスタミナを誇っております。まあ、それだけ2人が充実してるってことだと思いますけどね。川田は三冠タイトル初めての防衛を成し遂げました。60分時間切れドローでした。しかし小橋にとってもダッシュはならなかったものの、あの三冠戦は大きな自信になっているはずです。小橋健太は川田とは通算、あの大阪決戦が17度目のシングル対決でした。勝ちはおろか引き分けも今までありませんでした。初めての引き分けが小橋健太にとって2回目の三冠挑戦でした。さあこの新春ジャイアントシリーズ、このシリーズの一本の柱でもあります小橋と川田の対決、いきなりこの世界タッグ選手権試合でも実現しております。小橋がまず川田をサイドのヘッドロックに乗りました。どうも川田、おっとそれはタックルは小橋の勝ちです。次の攻撃を用意している、川田は負けていない。これはうまく肩を透かしました。戻ってくる小橋、突っかける川田、顔面蹴り蹴り、顔面蹴りです。もう一発蹴りを加える、ロープに振るか、振り返された、帰ってくるところどうする、ファイングショルト、おっとこれは負けていない川田、顔面蹴りです。もう一発、今小橋が前に倒れました。ローズの反動を利用しての、おっと決まった、危ない、おっと蹴っていく。桃田さん、はい、その大阪の戦いをそのまま持ち込んでいるような、そういう激しいファイトですね。そのお互いの気持ちがですね、もう出てますよね。本当なるほど、なんかこうすっきりしないものがあるのかもしれませんね。やっぱりお互いにやっぱり決着はつけたかったと思いますからね。ジャイアント馬場さんもこの二人の対決、今度は時間制限なしも考えなくちゃいけないななんて話しましたけどね。そうですね。さあまず一つ間合いを外しました川田、青コーナーに下がりました。変わって入ったのがカウル、そして変わって赤コーナーも三沢が入ってまいりました。三沢光晴と川田俊明です。桃田さん、先ほどの川田と小橋もそうでしたが、はい、三沢と田上もこの声援ですよ。
そうですね、もう桃田さんの声もあまり聞き取れないぐらいですね。本当ですね、まあ、それだけもうお客さんがですね、この試合を本当に楽しみにしてたということが分かりますね。はい、なんと言いましてもこの山形県体育館で世界タッグ戦が行われるのは今回が初めてです。ぜひともご注目いただきたいと思います。おっとレッドシターズ、まずウォーミングアップ代わりの三沢ムチャールの動きでありました。この三沢94世界最強タッグ決定リーグ戦逆転優勝で2連覇、三沢個人としては前人未到の3連覇を果たしました。あの時は川田田植え組と対戦して30分時間切れ引き分けでした。さあハンマーに取ります。おっとくるっと判定、そして腕を取って、おお巻き投げ一戦です。尾本さん、この辺り、はい、三沢の動き警戒ですね。警戒ですね、なんていうんですか、ものすごいその自分のペースへ向かってますね、はい。三沢光晴調子良しと見ました。なんと言いましても数々の世界タイトルを取ってきた三沢光晴、右肘肘鉄砲があります。光り輝く金色のエルボーは一体いつ炸裂するんでしょうか。そして三沢にはタイガースープレックス、タイガードライバーといった得意技もあります。ロープに引っ張るのは田植え、体当たりは五分と五分、立ちこうとしました。それを切り返していきます。ドロップキックです。場外放送席前に田植が降りてきた。飛ぶか、おっとプランチャーはかわしている。田植ハイキック。尾本さん、このあたり田植も冷静ですね。そうですね、相手の動きをよく見て、見えてますね。はい、まあ、この川田田植対三沢小橋、もう何回も対戦してきました、はい、お互い手の内は知り尽くしていると思いますよね。試合前三沢にちょっと聞いてみました、はい。まあ、同じ相手と何回か対戦するたびに違うことを考えるのか、それとも同じことを考えるのか、はい、やはり三沢は違うことを考えますと言いましたね。そうですね、お互いの手の内がだんだん知れてくるわけですからね、はい、だから相手の意表を突くという意味で、どんどん新しい、要するにその攻撃の仕方をですね、はい、みんなやっぱり研究してると思いますよ、まさに桃田さんのおっしゃる通り、三沢は相手の裏をかく、そのまた裏をかく、その裏の掛け合いなんです、試合前話していました。さあ一方リング上は小橋と田植です。4200人満員のお客さんです。山形県体育館、田植から川田へのスイッチ、川田と小橋です。川田俊明は第12代現三冠ヘビー級チャンピオンでもあります。1988年6月インタータッグと PWF タッグの2本のベルトが統一されました。この世界タッグ、この世界タッグに手が届きますと川田俊明は五冠王ということになります。川田俊明の五冠を阻むか、初防衛を成し遂げるでしょうか。三沢小橋組力比べに入りました。腕を取り返します小橋、これは小橋が勝ちました。小橋健太、川田俊明の動きを止めています。さあそして再びスタンディングポジションです。両者リングの中央、かつては創世大軍として同じ軍団の一員でありました、盟友でありました小橋と川田。93年の春、たもとを分かっている川田俊明、おっとキック、あこれは今こめかみに入りました。こめかみを抑える小橋健太、今ゆっくりと小橋が川田の方を見やりながら立ち上がろうというところ、川田が寄っていきます。逆水平、大きな音です、乾いた音がしました。ニュートラルコーナーを背にします小橋、逆水平は川田、その川田の逆水平のチョップを甘んじて受けるか小橋、逆水平の応酬になりました。ヘッドバットは川田、もう一発、もう一発だ、どうする川田、ここは田植えに小橋を預けます。さあ田植えのがむしゃらな突進です。
だけど珍しいですね、はい、川田選手と田口選手が2人とも続き使ったんですよね。そうですね、めったに続きはやってるのを見たことないんですがね、はい、ただ逆にそれだけ2人とも気迫が前面に現れているということなんでしょうか、さあ赤コーナー小橋は三沢にスイッチしました。この試合ここまでのところ川田と小橋、そして三沢と田植がやり合う場面が多くなっています。ライトにアタック華麗です。三沢ミスタルエルボーの貴公子スリーパーホールドに入りました。さあ現チャンピオンチーム三沢小橋組、93年の春川田俊明が長寿大軍を卒業してそれに伴って誕生しました。93年の6月川田田植の世界タッグに挑戦しましたが敗退しました。その後93年の世界最強タッグ決定リーグ戦で勝ちまして第24代世界タッグチャンピオンに輝きました。その後防衛2回、そして94年の暮れ世界最強タッグ決定リーグ戦逆転優勝で2連覇第25代世界タッグ選手権チームとなって今日初防衛戦に挑んでいるわけであります。三沢小橋組です。さあ三沢がフロントのヘッドロックに捉えて小橋を赤コーナーに誘います。田植を赤コーナー誘って、そして小橋へスイッチ。小橋が田植をロープに振ってタイミングショルダー、ああもう小橋は汗びっしょりです。この山形県体育館の外は雪がびっしりです。大体例年通りの積雪と聞いております。ここのところ雪が降る日はあまりないと聞いていますが、そんな体育館の外寒い中でもこの体育館の中は熱い熱いファイトが展開されています。 JR 山形駅の北波状公園の中にあります山形県体育館です。おっと引っ込んでいた田植え、小橋にバックドロップです。小橋が大の字になっています。先に立ち上がるのは田植えか、エルボーを落とします。ここで川田へのスイッチ。10分経過しました。60分の一本勝負、世界タッグ選手権試合です。三沢小橋対川田田植え、チャレンジャー川田田植え組ダッシュなるでしょうか。逆水平です。小橋をロープに振る川田スピンキー、あーこれはフラフラになって倒れました。今はクリーンヒットじゃん、この川田の蹴り一発であのウィリアムスもそしてハンセンも倒す力がありますからね。そうですね、もう本当にこれは川田選手の本当のなんていうんですか、もう、はい、切り札と言いますかね。そうですね、彼はやっぱりそれにかけてるところもありますしね、まさに蹴りにこだわる男川田俊明です。さあそして場外では田植えが強引に小橋をリングの中に返しました。会場内から拍手が起こります。片指に固めたリングの中央カウンター2、川田も汗びっしょりです。川田俊明です。この川田田植え組は94年の世界最強タッグでは7勝1敗1引き分け、ハンセン馬場組と並んで2位でした。最終戦でハンセン馬場組に敗れて優勝を逃しております。逆転優勝を三沢小橋組に許しました。おっと川田が蹴りに行ったところ下から突き上げました小橋、そしてラリアットか、おっとトラスキック、そして三沢にタッチ。さあ三沢と川田です。まずはジャンピングキック2発スピンキー、これは胸元に命中。この三沢と川田はかつてのタッグパートナーでありました。三沢が92年の世界最強タッグ決定リーグ戦で優勝した時のパートナーが川田でした。ドロップキック、そして飛ぶか三沢、三沢が飛んだ、トペール号です。さあここまでは本当に動きのいい三沢光晴、そして小橋に目配せです。アイコンタクト、おっと動きを止めておいて、おっと小橋が飛んできました。これは川田の肩口に命中です。田植えの強引なカットですがこれはちょっと多勢に無勢だ。田植えがロープに振られて2人のドロップキック、あこれは奇跡して、おっとおっと
三沢が飛んだ方向的前、そして向こう側で小橋も飛びました。いや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 、これはチャンピオンチーム見事な連携。そして桃田さん、今放送席前、はい、三沢の飛び方、あれはあの、ブランチャーとは違いますね、あの完全にサマーソルトっていうか、そうですね、回転して、相手にサマーソルト式のプランチャーと呼べばよろしいでしょうか。そういうですね、はい、あの僕も初めて見ましたから、この辺り三沢光晴、毎日前進し続ける男です。頂上を極めた後でも一歩たりとも後ろへ下がることを許しません三沢光晴。小橋にスイッチです。さあ、そして小橋と川田です。このシリーズの一つの柱でもあります、小橋と川田の対決。93年の世界最強タッグでは小橋の岩石落としが見事川田にヒットいたしましてフォールを奪っています。さあ、そしてチョップで投げ倒しました。今度は踏み倒します。ストンピングの嵐です。エプロンサイド、ぐったり川田です。そして場外まで追いかけて、あーとエルボーですね、エルボーですね。さあ川田、この表情は余力がないのか。しかし60分、なんといってもシングルで時間切れの試合を演じている両者です。見事なブレインバスターノーテック抱き、対空時間がたっぷりでした。さあちょっと川田田上組、この時間帯は元気がありません。逆襟固めに入りました。また逆襟固めです。チャレンジャーチーム川田田上組は93年5月川田長州大軍卒業とともに誕生。5月の20日いきなり世界タッグ挑戦でボディウィリアムス組を破って第22代世界タッグチャンピオンになりました。その後防衛2回、93年の10月ハンセンデリアス組に敗れてベルトを失って以来世界タッグのベルトを巻いておりません。1年5ヶ月ぶりの世界タッグ体感なるか、チャレンジャーチーム。さあ、そしてチャンピオンチームは三沢が出てきた。かかと落としです。片指に固めます。桃田さん、はい、ここまでの試合振り返っていただいて、チャンピオンチームいいですね。いいですね、チャンピオンチームの連携がものすごく生きてますよね、はい、今のところ要するにそのチャレンジャーチームの連携らしい連携が出てないですからね、はい、まあ、一応チャレンジャーとすればもうちょっと攻撃してほしいところですね、はい、そうですね、まあ、単発ではなくてこの2人の力を合わせての攻撃、 そうですね、それがもうタッグの最高の醍醐味ですからね、はい、まさにその一番高いところでタッグチームの連携を極めたチームが世界タッグチャンピオンに輝くことになります。先頭三沢光晴、この三沢光晴は現在世界タッグ2本のベルトを持っております。一時は五冠王でした。史上4人目の五冠王が三沢光晴でした。おっと川田のキック。さあ小橋の負けじと、おこれは川田の膝ですね、左膝の裏ですね、はい、これはやはり川田の蹴りを警戒してということあるでしょうね。当然ありますね、さあそしてこれは4の字に持っていくのか。とりあえずここまではレッグロックの体勢です。小橋健太、おっとしかもなおかつ下から蹴り上げていきます川田です。川田選手といえば、はい、本当どの位置からでもキックを持っていけるというそれが強みですよね、まあ、どんな体勢でも仰向けに倒れていてもどこからでも蹴りを打ち込んでくるのが川田俊明の真骨頂です。無駄になりませんこの男、足にはうるさい川田俊明、31歳です。さあ川田の足で、ああいう場合ですね、今、はい、あの三沢選手が引こうとしてるでしょ、だけども川田選手が逆の足で蹴る可能性もあるんで、ああなるほど、踏ん切りがね、そこら辺が要するにお互いの駆け引きが多少あるんですよね。三沢としてもどこかこう気をつけながら足を引っ張ることになるわけですね。 そのあたり
ハンセンのウエスタンラリアット、そして、はい、まあ、ウィリアムスのぶちかましやバックドロップイン、一発必中、危険な技持ってます ね川田は。さあしかしなおもその川田俊明、得意の蹴りを封じようということでしょうか。左に対するダメージを加えていきます。チャンピオンチーム三沢小橋です。さあエルボーが飛んできた、川田のエルボーです。あと三沢の世界のヒッツ鉄砲も飛んでいきました。なおもエルボーを打ち込んでいきます三沢。逆のコーナーに振ろうというところです。さあ突進レッグフリップは、あと田上のサポート、おお、エルボーです。ここまでは世界タッグチャンピオンチームの完全なペース。そうですね、まあ、本当にうまいことはですね、チャレンジャーチームを連携させないようなあのペースで持っていってますよね。あーっと危ない。いや、これは川田読んでましたね。読んでましたね、今のは。今は三沢がバックダイブのエルボーに来ようとしたところ、あの完全に脇へサイドステップして、はい、相手の技をかわしながら攻撃してるって感じですかね、見事な体さばきでした川田俊明。そして田上が出てきます。 DDT です。赤いショートタイツが田上明です。場外に落とします。追っかけていく田上明。さあここはどうするか。決着にギロチンホイップ。おっと小橋が田上に突っかける。小橋が放送席前、放送席に飛んできた。放送席もダメージを負いました。しかし大事には至っておりません。今ここで20分経過。だけど逆に言うと、この今のペースがですね、徐々にあのチャレンジャーチームのペースになりつつあるところですよね。あ、そうですか。要するにラフが彼らの売りどころでもありますからね。あ、なるほど、ということはこういった場外戦から流れを一気に引き戻すということになりますね。さあ片指に固める田上、おー、ロープです。三沢冷静です。ダメージは受けても三沢冷静。さあそしてチンロックに入りました田上です。まあ、しかし今日世界タッグ選手権試合ですが、はい、田上このシリーズ久々のチャンス到来ですね。そうですね、本人はやっぱり今日も勝って、また要するに明日と要するにあの3冠に挑戦権を得たいと、それはもう絶対に思ってると思います、ね、そうでしょうね。実はこの田上明は24時間後1月の25日、福島大会でハンセンと次期三冠王座挑戦者決定戦を行うことになっています。もちろん田上が勝てば93年2月以来およそ2年ぶりの三冠タイトル挑戦ということになります。そしてその挑戦する相手がパートナーの川田ということになるわけですね。そうですね、これもまた見ものだと思いますね、ぜひ実現してほしいと思います ね。これから春そして夏にかけてますます目が離せなくなります全日本プロレスです。まあ、田村選手としてはですね、明日の要するに挑戦権獲得の試合に対して、はい、ここであのタッグの選手権を取って、それに臨みたいと思いますよね。弾みをつけたい、こういうところでしょうね。そうでしょうね。さあその田上が川田にスイッチです。かつてのライバルが93年の春手を結びました。そしていきなり世界タッグの頂点を極めました。93年の秋に失いました。それ以来1年5ヶ月ぶりの世界タッグのベルトを巻くことになるか川田田上。この試合序盤戦は世界タッグ選手権チーム現チャンピオンチーム三沢小橋のペース、そして場外戦から中盤川田田上が流れを掴んでいます。そして乱れ打ち川田俊明片指に固めます。カウントは2。裁くレフリーは和田恭平です。94年は川田にとっては記念すべき年でした。充実の94年を送りました川田俊明。チャンピオンカーニバルで初優勝、そして10月には念願の三冠ヘビー級タイトルをウィリアムスを下して取りました川田俊明です。この95年は川田にとってどんな年になるんでしょうか。その川田から田上、おお、スケールの大きいハイキックです。カウントは2。今のいいカウンターで入ってますね、どうですかこの田上、チャンスを自分のものにしてちょっとスケールがまたさらに大きくなったような感じですね。そうですね、そして今度はドラゴンスリーパーに入っています。
小橋がカットを伺っています。ああこれは円錐に逆水平、今田植えの汗がしぶきになって飛び散りました。腰を落とします田植え、しかし大の字になって倒れているのは三沢です。この時間帯は小橋へのスイッチができません。チャンピオンチーム今度は同締め、そして不十分ではありますがスリーパーに入っています。田植え明、まあ、この田植えも94年去年の春のチャンピオンカーニバルではあのハンセンを堂々と下しましてね、そうですね、初勝利でした、あれもあの田植え選手の大きな自信になってると思いますよね。そうでしょうね、まあ、ハンセンはその後連戦、今度は小橋にも敗れまして94年のチャンピオンカーニバルでは優勝を逃したスタン・ハンセンでした。そのハンセンと明日1月25日次期三冠王座挑戦者決定戦を行います。田植え青コーナー三沢が釘付けです。おっと後ろからの水平チョップ、さあ三沢腰が落ちました。あ今度はキック、左足のキックです。この川田は右も左もキックが本当に強烈、そしてタイガースープレックスもあります、パワーボムもあります。あこれもいいキックです。片指に固めます。また2、小本さんこのキックは耳に入ったりするともう一瞬バランスといいますか、あのそうですね、三半規管のあれと要するにもうバランスが取りづらくなりますよ ね、 そうでしょうね。あの軽いなんですけどこの目の前が真っ白になってふってやってやっぱり自分でももうすごい意識を持とうとするんですけど、なかなかあのなんですか動きがスムーズに自分の思い通り動かなくなりますよ ね、 そういった意味でも川田の蹴り、その後の田植えのサポート本当に強烈、危ない、おっと大危ない。この田植明の18番はなんといってものど輪落としです。あのハンセンからもシングル初勝利をもぎ取りました。おタイガードライバーの体勢か、野田落としか、どちらが勝つのか、タイガードライバーか、おっとダブルアームスープレックスに出ました。ここで小橋のスイッチ、赤コーナーのトップロープショルダーです、ライディングショルダー、そのまま勢い込んで川田に突っかけていきました。ブレインバスターの体勢、まさに市中引き回しの上脳天砕きであります。片指に固めた、ここは2、さあそして一方の小橋、さあ場外戦になります。どうするか小橋、向こう側の鉄柵です、放送席の反対側、そして今度は放送席、うわやめてほしい、田植明は120キロの巨体が放送席前に飛んできました。さあ中盤戦でラフサッポーチャレンジャーチームが流れをつかんだことがありましたが今回はどうでしょう。カウント2で返します、田植えです。オブラツイストに入りました小橋健太、この川田田植対三沢小橋、去年5月の世界タッグタイトル戦では40分を超える激闘でした。去年暮れの世界タッグ最強世界最強タッグ決定リーグ戦では30分の時間切れ引き分け、そして今日この山形で初めての世界タッグ選手権試合です。さあ小橋がここはコブラツイストに田植えを捉えます。この田植えと小橋、去年の春のチャンピオンカーニバル以降3戦連続して時間切れ引き分け、おっと三沢がミサイルキック、アウトは2です。さあなおも小橋が攻めていきます。キャメルクラッチ、キャメルクラッチに入りました。今は三沢がナイスサポート、しかし桃田さんちょっと三沢が左肩口を押さえているのが気になりますね。あの右肩口ですね。あ右ですね、さっきやっぱりキックのあれで、打った時に
あれしたんですかね、はい、かなり気にしてますけどね。そうですね、ちょっと三沢の表情が気になります。チャンピオンチーム、さあ試合の方は続いています。川田のカット、おっとメッシ戦、小橋が川田に一別を遅れました。逆水平一発で田上を倒してギロチンドロップ、カウントは入りました。カウントは2。チャンピオンチームはこの試合に勝ちますと第25代世界タッグ選手権チームとして初防衛になります。スワンダイブ式のボディープレス、三沢です。カウント2です。ジャンピングキック、そして今度は左足のキックです。川田もキックの名手ですが、もちろん三沢もキックの名手、それはタイガーマスク時代から受け継がれています。おっとこれは肘を当てたか、エルボーですね。カウントは2。まあ、なんと言いましても三沢光晴、このシングルでも92年の8月から2年間防衛7回の三冠ヘビー級の輝かしい歴史があるわけですからね。素晴らしいですね。まさに全日本プロレスの一つの頂点を極めているレスラーが三沢光晴です。赤コーナーに下がりました。今度は田上が赤コーナーで釘付けです。ニュートラルコーナーに田上を詰めます。小橋逆水平、さあ観客から連打の要望がありますが、連発していくか小橋。さあそろそろ回転が速くなりそうだが、おっと逆のコーナーに振って串出しの2であります。おっとねじ伏せた田上、拳を握る小橋健太です。逆水平、逆水平、ねじ伏せる田上、拳を握る、歯を食いしばる、足が流れる、小橋健太、頸動脈チョップ、ロープに振ったのは田上だ、肩で担いで、おっと、そのままトップロープ、30分を経過したようです、30分を経過しました、さあ、小橋が2位リフト、川田と小橋です。おー負けじと川田も2位リフトだ。川田が小橋をロープに振って逆水平、おっとさらに喉仏のあたりに入りました。頸動脈ですね、頸動脈ですか、これはちょっと小橋この表情はかなり苦しそうです。小橋の動きが止まりました。その小橋に背中が見えているグリーンのロングタイツ三沢が声をかけます。まあしかしこのぐらいで倒れてもスタミナは十分の小橋ですからね。そうですね、さあ汗が滴り落ちます。ブレインバスターの打ち合いになります。力が入る両者、打ち返すか小橋、大きな声が出ました。それは川田とて同じこと。おお小橋まだ打てない。ブレインバスターはどっちが勝つ。川田が勝った。もう汗がびっしょりです。川田そして小橋、リングの中央で仰向けに倒れています。小橋今川田に引き上げられた。おっとキック、あーっとこのテイクドロップキックはかわした。あっとわこのスピンキックはえげつないところにヒットしました。桃田さん、はい、この小橋は右膝にちょっとね、そうですね、まあ腰を抱えていると言いますか、前の古傷ですね、古傷ですね、もうほとんど完治はしてるんですけど、やっぱり彼もやっぱりその完全に、ね、防御はしてるんですけど ね、はい、そうですね、サポーターもかなり強烈なやつをしてますからね、はい、それでもやっぱりあの古傷ったら本人は気になるんですよね。なんでしょうね、そして今度は鉄柵に挟んでますよ。この辺がチャレンジャーチームのですか、ね、やらしさっていうかね、そうですね、だけど勝負にこだわったらやっぱりそういうふうに攻めていかなきゃいけないと思います、ね、
ゴングが打ち鳴らされた以上勝負に情けはありません。英国そして非常に達します。両タッグチームそれは一重に世界タッグ2本のベルトをつかむためです。さあなおも小橋の右膝にアイキックを見舞っていきます。これは場内ブーイングの気持ちも分かります。山形で初めての世界タッグ選手権試合、山形県体育館です。場内は4200人、超満員です。60分の一本勝負、すでに30分は経過しています。序盤戦は選手権チーム、そして中盤戦からここまではチャレンジャーチーム、そしてこの時間帯になって一進一退、小橋が捕まっています。2位クラッシャー小橋大絶叫、心配そうに見つめる赤コーナーの三沢光晴、小橋はこの状態です。しこたま膝にダメージを加えられました小橋健太、なおも容赦ない逆水平チョップが右膝裏に命中します。そして右膝を固定してのうわーニードロップと言いますかグリグリ攻撃であります。これはもう膝頭を割られるような思いなんでしょうね。ここは要するに急所と同じですからね。あなるほど、生まれただけでですね、ものすごい靴が走るんですよ、まあ、筋肉でいかに補強しても限界がありますからね、あの部分は向こう背のところはもう筋肉がつきませんから、はい、そうですね、骨は必ず出ますからね、はいはい、そしてこれは膝十字固めに入っています。35分を経過しました。残り試合時間は25分です。三沢のカット、このシリーズ1月の19日大阪で三冠タイトル、川田と小橋が60分一本勝負を戦いました。そのシングル戦で60分、両者決着がつきませんでした。そして今日は世界タッグ選手権試合、タッグマッチの60分一本勝負、時間切れ引き分けということがあっても何ら不思議ではありません。ただしその場合はチャンピオンチームの防衛ということになります。さあ小橋が頸動脈チョップを受けます。青コーナーサイド、このチャレンジャーチームこの時間帯はファイトを展開している陣地もいいところでやってますね。そうですね、やっぱりこのタッグの要するにその一番のポイントというのはやっぱりその誰に的を絞るかなんですよね、はい、あなるほど、まあ、要するにその流れの中でいろいろチャンスはあると思いますけどね、はい、今も完全にチャレンジャーチームは小林選手に的を絞ってるみたいですね、それでもこれを絶対に三沢選手につながせないように持っていかないとなかなかチャンスが出てこないですよね。そうですね、しかしここは三沢が我慢しきれずにカットに入りました。三沢に視線を送る川田、そして川田から田上スイッチです。なおも右膝、これは2クラッシャーです。そして右膝裏を踏みつけて小橋の動きを止めます。そしてご丁寧に足を折りたたみます田上明。ああそのままエビ取りの体勢、しかし桃田さん、はい、ここは小橋も何らかの一撃を加えてあのピンチを出しないといけませんね。そうですね、当然チャンピオンチームとすれば今小橋選手は要するにどうやってチャンスを生み出して三沢選手につなげられるかっていうのがポイントだと思いますよね、はいはい、しかしその小橋に反撃の隙を与えませんチャレンジャーチーム。田上とそして川田が速いタッチワークで小橋を攻め立てます。あそして2階席までぎっしり4200人超満員の山形県体育館の観客から小橋コールです。小橋この声援に応えることができるでしょうか。
小橋がサードロープに逃れました。命綱のサードロープです。しかし田植がのしのしと入ってきます。そして片指に固めてどっかと小橋の腰の上に腰を下ろしました。これは三沢カットか伺います。画面の左に見えている三沢の背中ロープに逃れます。川田にスイッチ、チャレンジャーチーム青コーナー川田が入ってきます。小橋は場外戦で右膝にダメージを受けてから動きが止まっています。あー、そしてまたも右膝裏、これはまたここまでダメージを受けますとムーンサルトプレスなどを得意としている小橋、この後のファイトにも響きますからね。もちろん足っていうのはもう絡みですからね、あの足をやると絶対に動きがやっぱりどうしても、ね、あの疑問しなくなるっていうかね、力が出し切れないですよね、はい。さあその小橋ですがここも右膝裏、うん、今ここでサードロープに逃れました。あと2ドロップです。川田、そして田植のスイッチ。またこのチャレンジャーチームのタッチワークが早いですね。早いですね、完全に今のところ要するにチャレンジャーチームのペースでうまいこと言ってますね、さあ小橋エルボー、あーローリングする頸動脈チョップ、ここは三沢につなぎたい。ああここは川田が、あーっと川田もこれを待ち構えていたが顔面蹴りです。いや今顔面にキック入ったんですね。はい、顔面ですね、そしてとうとう時間は40分ですよ。これは現世界卓球チャンピオンチーム劣勢です。劣勢、青コーナーでは田植えが待ち構える。危ない、ラリアットだ。三沢は場外立てません。さあチャレンジャーチーム田植えが青コーナー満を持しているのか、立てない三沢どうする。チャンピオンチーム右腕を回した田植え、小橋が危ない、ランニングネックブリカードロップ、カウント中。そして山田さん、これはもう食ってはいけませんね。そうですね、アーボムさん、小橋が捉える、小橋が捉える、リバーススープレックスです。あーしかしカウント小さな突っかけました。アーボムさん、あー川田がミサを追い落として、小橋はなんとかふらふらに投げる、なりながらも返しました。踏みつけます。試合は40分を超えています。世界タッグ選手権試合、山形市で初めての世界タッグ選手権試合です。顔面蹴り、長い助走でした。がっくりと前に崩れ落ちます小橋。そして三沢がまだ立てません。三沢のダメージは想像以上ですね。そうですね、かなり頭を打ったのと要するにもうエプロンから硬いですからね、そして今やっと三沢が戻ってきました。あーしかし川田が顔面蹴り、おお三沢が怖い、おお三沢が怖い、あーっとこの三沢を投げ倒しました川田です。いやこれはチャンピオンチーム大ピンチ。パワーボム投げして、そしておなんだどうするんだ、命綱タウエ、そして場外では、場外でも投げ捨てましたね、川田がミサオを投げ捨てジャーマン、そしてリング上はタウエがエルボードラップの援護射撃、ここで戻ってきた川田が片指に固めて、カウントは1、2、おっと、いや絶対絶命チャンピオンチーム
ご覧の状況。さあチャレンジャーチーム1年5ヶ月ぶりの世界タッグ対戦なるか。そして川田俊明五冠王なるでしょうか。飛ばすコールを心地よさそうに受けます。田植えラリアット、もうなりふり構わず投げ倒しました。飛ばしフラフラになりながら抱きつきながら立ち上がるところ、もう一度ラリアットです。しかし果たして小橋健太は死んでいるのか生きているのか。もう一発ラリアットです。これで3連発固めに固めた。カウントはおっとカウント2。桃田さん、まだ小橋は死んでませんね。そうですね、本当素晴らしい精神力というかね、本当にもう普通だったらもうとっくにカウントされてもしょうがないですね。そして三沢はまだ立てません。しかしリング上の攻め立てられている小橋、私はまだ小橋は生きていると言いたい。ノドアウトしかこれを捉え、飛ばし、ヘッドバット。さあ、この喉輪落としは危ないぞ、危ない、デインギャラシ喉輪落としだ。飛ばし、サードロープへ、サードロープへ逃げる。追う田植え、追う田植え、逃げる飛ばし。赤コーナーにはしかし、三沢はいません。最高潮飛ばしコールが、飛ばし蹴った、君の耳には聞こえるだろうか。野田は落とし、危ない。おっと赤コーナーに飛ばしました。アウェアチャルです。45分経過です。さあタウェが何を持ってくる。おっと勢いをつけてのノドワ落としだ。小橋が逃げます。桃田さん、この小橋のエスケープは正解ですね。いや当然ですね、もうここにいる限りリングアウトの可能性はありますが、ホールを取られる可能性はありません。この間に回復することができるか。小橋健太、その小橋健太の前に三沢が倒れています。三沢が今見えました。背中が見えている三沢、もう少し三沢立てません。三沢が立てません。放送席前、三沢はブロッキー、そしてリング上で小橋がブロッキー。それも耐えました小橋です。さあそしてチャレンジャーチーム元気いっぱいです。そのありさまは肉肉しいほどです。川田がブロッキーの小橋を引きずり、そして立ち上がらせようとしています。いやーそれにしても世界タッグチャンピオンチーム心配です。果たして初防衛はならないのか。チャレンジャーチームが1年5ヶ月ぶりにベルトを腰に巻くのか。あーっと軽動脈チョップ、そしてコート、スリーカーは投げ返した。顔面蹴り、同時にスリーパーに復活。さあこれは入店の同時にスリーパーです。いや危ないですね、これは危ない、はい、これは危ない。バッチが入ってますか。あ、いや今ちょっと外れましたね。外れました。コマシがローリングしてサードロープに逃れました。あと、あ、うわー、田植え、これはものすごいサポート、ミロチンドロップでした。そしてバックを取られると少し危ない。デインギャラシバックドロップ、三冠ヘビー級チャンピオンのデインギャラシバックドロップです。これは小橋は危ない。川田はここはまとめてお見舞いしてくるでしょう。三沢のカットはありません。小橋ロンディーバトル、ここを耐えるか、風雪に耐えるか。山形県体育館持ち上がった、パワーボム万事休すか。よみがえった三沢みつまる、いやよくよみがえりました三沢です。いや本当に一発ですね、
西川選手もね、モールを落としてる中で、はい、あしかし依然としてチャレンジャーチーム優位に変わりはありません。川田はストレッチクラブです。川田は富樫をストレッチクラブ、そして川田が三沢とやり合っています。三沢のスピンキック、そしてエンディングリング、しかし富樫は依然として危ない、富樫が危ない、走れ三沢、走れ三沢、君なら間に合う、三沢のカットです。三沢のカット、ロープに飛んでさらにエルボー、もう一発エルボーします、エルボーエルボーします、エルボー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 、あっとかわされた、あっとパンチだ。さあしかし三沢も黙ってはいません。さあそして小橋はうつ伏せ、小橋を気遣います。三沢、田上は今場外、川田はライノジ、またコーナーに引っ張ってきた、おっと田上を場外に叩き落として、さあそして赤コーナーでちゃんとチームアタック成立するか、もうすぐ三沢の手が見えます。小橋タッチ成立、タッチ成立、さあ三沢だ、おっと馬乗りになってエルボーだ、馬乗りエルボー、田上の感度なんか怖くない、三沢攻めます、三沢攻める、三沢攻める、後ろから川田、危ない、もう少しエルボー、ここはもうエルボーだけが命綱、おっと右だから蹴る、50分経過です、50分経過。いやだけど、はい、これは本当にチャレンジャーチームはものすごい上手い攻めですよね、もう完全に寸断されてますからね、はい、チャンピオンチームはもうこれは圧倒的にチャレンジャーチーム優位ですね。そうですね、よく、まあ、ここまでチャンピオンチームが持ったと申し上げておきましょう。いや本当に精神力以外何もないですね、全国のプロレスファンの皆さんに申し上げておきます、もう試合は50分を経過しております。世界タッグ選手権史上最長の試合です。ローリングエルボー、ローリングエルボー、さあ圧倒的に押されまくったチャンピオンチーム、ここで起死回生の大逆転なるか、初防衛なるか、三沢カウントは2、カウントは2、さああのピンチを乗り越えて、はい、そこからチャンピオンチームですね。そうですね、そしてフェイスロックに入りました。ただまだ小林選手も守ろうとしてますんでね、おーパンチャーかわされた小林、おーしかし三沢のサポートフェイスロックを解きました。もう一発、おーっと頭からいった、コペスイシーラ、今あのだけどトップロープを越えてったんですよね、はい、さあそしてカウェをフェイスロックに捉えます。もう試合は50分を超えています。中田龍、リングアナウンサーはすでに切り口を手にしている。落ちるかカウェ、落とすか三沢、もうすぐそこにサードロープがある。カウェ右腕を伸ばすか、届くか、まだ、おっとロープです、ロープです、そして場外は飛ばしと川田、さあリング上、三沢がフライングメイヤーから体勢を立て直してのフェイスロックです。川田のカットを小橋が防ぎます。小橋が川田の足を捕まえている、川田の足を捕まえているが、フェイスロック落とし切れるか、三沢ミチャール、落とすか、あのジャンボ鶴田からギブアップを奪ったフェイスロック、カバーに入った、カウント2、カウント2だ、三沢落としきれないとみてホールに向かいました。しかしカウント2で跳ね返されています。そしてタイガースープレックスの体勢です。三沢、三沢、あの川田を沈めたタイガースプレックス、もう一度カバー、
さあここは両チームともあとは精神力です。小橋にスイッチしましたよ。さあ小橋この表情です。水平まずは一発、しかし小橋もこのヨロヨロの体勢でよく攻めます。本当に精神力ですね。本当ですね。一体この4人の男たちはどうなっちゃってるんでしょうか。逆コーナーに振ってエルボー、そしてトランスキック、円錐にエルボーです。そして小橋がピロチーン先頭、カバーは小橋、あと、いやカウントは、あカウント2ですね、いやカウント2ですね、カウント2ですね。もうこんな場面がいっぱいあって私の訳が分からなくなってきた。一気になんか決意が逆転しちゃったんです ね、 ししね、そして拳を握った。山形で初めての世界タッグ選手権試合に小橋が参ります。さあ空爆、まさに小橋の爆発は自爆。山形さん、はい、この50分を超えても田上もまだ見えてるんですね。そうですね、まあみんな素晴らしいスタミナという精神力を持ってますよね。もうこの4人のスタミナに放送席の私がついていけなくなりそうです。今田上が立ち上がる、小橋が立ち上がる、突進ハイキック、ラリアット、小橋渾身のラリアット、しかし背後から川田蹴っていく、バックを取るか、バックを取るか、軽動なチョップ、ミサールカット、タイガードライバーだ、トラが奪ったミサールミサール、しかし試合の決定があるのは田上と小橋。残り5分を切りました。ギロチンだ、もう一回ムーンサルトだ、別の水爆だ。さあ今度は爆発か、小橋勝った、ワンツー、これもカウントが入りません、これもカウントが入りません。いやはや、いやはや、これはもう大変な試合です。皆さんこうなると本当に4人ともですね、はい、もう朦朧としている中でもうチャンスがあれば攻撃し、はい、もうやられては攻撃しという感じでですね、全くですね、もうこれは会場内の皆さんも、そしてテレビの前の皆さんもぐったりだと思います。おっと投げ倒しました小橋、いや今喉を落としでしたね、川上が放つべき技を小橋が放ちました。そして腕を回す、右腕を回したとき、これは小橋健太のラリアットの合図です。皆さんよくこの右腕を見てください。あった、川田がいました。そして顔面に、あ目が危ない、目が危ない、小橋の目が危ない。いや今外からあのキックいったんですよ、川上選手は、あれがあの米紙のところまともに入りました ね、はい、そして川上がここで川上にタッチしたらチャンスですね、チャンスですね、チャレンジャーチームチャーンス、チャレンジャーチームチャーンス、かかと落とし。さあ残り試合時間はとっくに5分を切っています。果たしてこの勝負に決着はつくのか、60分時間切れ引き分けか。おお、ここで回るか、小橋健太ローリングクレイドル回転ユニースがダメだ。さあここで止まった、カウントは残り3分を切りました。このまま時間切れ引き分けですと第25代世界卓球選手権チーム三沢小橋組が初防衛になります。三沢がピコーナーのトップロープ、何を持ってくる、ミサはミサイルキックか、それともエルボーか。あっと倒した、カウンターのキックだ。素晴らしい、もうみんながですね、その相手が攻撃してくるのを見て読んでますね、本当に読んでますね、裏を書いてますね、この57分、おっとバックになった、ジャーマン、これでも決まりません。残り2分を切りました。今
残り2分といった中田流リングアナウンサーも咳込んでおります。三沢、おお、なんだなんだ、超ローリングダイビングエルボー、田植えのカットがある、そうだ田植えがいました。これは世界タッグの選手権試合でした。ここはチャンピオンチーム最後に見せるか、スリーパーとフェイスロックの揃い踏みであります。そしてあーとこのフェイスロック落としきれるか、落としきれるか、小橋が必死に田植えを抑えているが、山形で初めての世界タッグ選手権試合、あー田植えの突進です。皆さん聞こえましたか、残り時間1分です。三沢が飛んだー、ダービングドリンクです。アンコー、はい、これでも決まりませんよ。もう60分じゃ足りませんね。なんて言っていいんですかね、もう残り試合時間1分切っています。三沢天候一滴のタイガードライバーを見ますか。残り時間30秒、皆さんストップウォッチをご用意ください。片膝を落とした川田、時間切れ引き分け、八方衛か、それとも決着をつけるか、両チームエルボー、さあそしてそして、あ、田植えの突進、もう残り試合時間もない、どうする。チャンピオンチーム、チャレンジャーチーム、三沢、小橋、川田、田植え、ここでゴング。山形で初めての世界卓球選手権試合、60分の一本勝負は60分、時間切れ、引き分け、ドローよってチャンピオンチーム初防衛になりました。いやー、4人とも戦い